風呂シャワーに入れませんの対処法ベスト3。グミさん26歳女性、具合が悪くても毎日シャンプーした方がいいですか？乾かすのが面倒です。頭皮に悪いですか？アマゾンさん15歳男性、僕はうつ病の治療中で毎日どうにかお風呂に入れるようになったのですが、いざお風呂に入ると思うと気分が悪くなってしまいます。対処法はありますか？メンタルの患者さんにおきまして、お風呂に入れないっていうのが結構重要な症状としてあります。症状というかな、何もしたくないとか面倒くさいっていうのが、うつやメンタルの症状なんですけど、お風呂に入るのが面倒くさい、あるいはお風呂に入るのが怖い、あるいはお風呂に入るのがもうできない、あるいはシャワーすらできない、シャンプーすらできないっていう人が非常に多いです。メンタル経験した人はわかると思うんですけどね。なのでこれよくあることなので、別にお風呂に入れないなんて自分はダメなんだっていうふうに責める必要はないと思います。メンタルの症状があまりよろしくない兆候の一つです。治っていくプロセスの中で、逆に言うとお風呂やシャワーに入れる回数が増えてくると治ってきたっていうことなんです。毎日普通にお風呂に入れますよ、私うつ病なんですけど毎日普通にお風呂に入ってますけど何かっていう方はすごく良くなってきてるんじゃないですかってことなんです。もう週に1回入るのがようやくでっていう方はもっと直していきましょうねっていうことだと思います。だから入れません入れませんっていうことを気に病んでもしょうがないので、徐々にできるように治っていくプロセスにおいて徐々に入れるようになってきますから、まあまあ焦らなくていいでしょうということですね。ということで対処法としては、入浴自体がリハビリと思ってください。お風呂に入るってこと自体がリハビリテーションですか、回復への練習ですね。治っていくプロセスとしての練習のようなもの。お風呂に疲れずに入れるようになってきたら治ってきたっていうことです。だけど入らないとそれ練習できないから治っていかないわけですね。なのでお風呂に入るっていうのもある意味メンタルを治していく上での重要な練習というふうに位置づけて考えてやっていくといいのではないかなというふうに思います。これが一つ目ですね。二つ目がやれることをやれる範囲でやっていく、これが樺沢流の全ての行動の原理なんだけど、無理してやっても調子が悪くなったり具合が悪くなったりするわけだから、やれそうな時にちゃんとやっていくということですね。今日はいつもより調子が悪いから、じゃあお風呂でも入ってみようかなとか、今日はいつもよりもなんかちょっと動けそうだからシャワーでも浴びてみようかなっていうことで、1ヶ月に数回しかお風呂に入れない人が1週間に1回入れるようになり、1週間に2回入れるようになると素晴らしいわけです。先ほどのアマゾンさんにおかれましては、毎日どうにかお風呂に入れるようになったのですがって書いてあるんだけど、毎日お風呂に入れるようになってるってことは素晴らしいことなんですよ。これかなり治ってきてるってことなんです。だから自分にもっと自信を持っていいです。かなり治ってきてますねっていう兆候なんですね。しかしながらお風呂に入ると思うと気分が悪くなってしまいますというのは、治っていく今プロセスなんでしょうがないですね。もっと治ってくると楽に入れるようになってくるから、調子悪くなりながらもリハビリだと思ってなるだけ入っていくようにする。めっちゃ調子が悪い時は無理しないでおこうっていうことではやめてもいいと思うので、やれそうな時にやるっていうこと、ちょいムズなんですけど、このギリギリのところを攻めるってことなんですよね。やだなーと思いながらもできると、このどん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 こっちの方に治っていく方に攻めていくことができる。やだなーと思ってやめた、やだなーと思ってやめたってなると、いつまでたってもさっき言ったリハビリテーションが進みませんので治っていかないんですね。だから多少辛くて苦しい朝散歩なんかも同じなんだけど、めんどくせえやだ朝散歩なんてって言ってやらないでいくと全然治らないけど、まあちょっと今日は調子悪いから、じゃあ5分でもいいから行こうかなって言って行ったらなんか楽になった、今日もどうしようかな、でも行こうかなと思って行くと楽になって、こうやってどん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 良くなっていくという状態に行くわけですね。だから朝散歩もリハビリだし、入浴お風呂に入ったりするのもリハビリテーションと思って、あなたの病気をこう治していく重要なプロセスであり練習でありリハビリテーションの一つとして考えると、少し楽にやれるのではないかなというふうに思います。3つ目が気持ち良いにフォーカスする。悪いところを捉えていくと、めんどくさいとか時間がかかるとか、お風呂に入るとぐったりしてしまうとか疲れてしまうとかあると思うんだけど、やっぱお風呂に入るとリラックスできるし、なんか気持ちいいなとかは癒されるなっていう部分あると思うんですよ、湯船に入っているとね。あとお風呂に入るとき自分に一番いい温度っていうのがあるので、暑いのが嫌いな人が暑めの風呂に入るとストレスだし、ぬるすぎるとこに入ってもあんま気持ちよくないので、自分にとって一番いい温度とかいい時間ってあると思うので、長く入ると調子悪くなるなら3分とか5分でもしょうがないですけども、あるいは1回体洗ってまた入るとか何回かに分けて入るとか、自分にとって心地よい入り方ってあると思うので、そこを工夫されると
といいと思います。そしてあ気持ちよかったっていう気持ちがちょっとでも得られるとやりたいっていうのにつながっていくんですね。めんどくさい、嫌だ、服脱いでまたあと髪乾かしてめんどくせえ、無理だっていうネガティブな部分じゃなく、なんか気持ちがいいなとか、あ睡眠がちょっと良くなるよねとか、体がほぐれるよねとか、肩こりも少し取れるよねとか、お風呂に入ると良い効果っていうのも実感できると思うので、プラスの部分にフォーカスしないと楽しくなりませんから、湯船に入りながら、あなんか入る前はめんどくさかったけどお風呂入ってよかったな、そういったことをするといいと思います。あと皆様にお勧めしてるのが闇風呂っていうことで、お風呂のね電気って結構明るいんですよ。だから目が覚めちゃうというのか興奮するんですよね。本当はリラックスの場なのに、なのでやや薄暗くしてお風呂に入った方がのんびりできますし、リラックスのための入浴っていうと闇風呂っていうのをお勧めしています。私の場合は風呂場の電気を消して洗面所の電気がちょっと入るようにしてお風呂に入るとすごく落ち着きますし、あとキャンドルみたいので入浴してるとリラックスできるので、リラックスできる入浴法っていうのを皆さんも工夫してほしいなと思います。ということで、お風呂が嫌いの対処法3つねお伝えしましたので、皆様もやれるところをやれる範囲でやっていただきたい。毎日苦もなくお風呂に入れるようになってきたとしたならば、それはあなたのメンタルがすごく改善している兆候なのでね、自信を持ってっていいのではないでしょうか。樺沢旬の新刊、精神科医が教える幸せの授業、11月29日発売。たった30枚のイラストで幸せになる方法が分かりやすく説明されています。イントロダクションは漫画で書かれているので誰でもとっつきやすい一冊です。最初の29ページから読める無料版 PDF 今すぐダウンロードして内容を確認してみてください。